15番です。いける。いやもうね、前回も前々回もそうですけど、やっぱり10月の話題の寝台って言えば「ヘイ鏡」ですね。で、座りたいって言いながらもやっぱり新機種なのでなかなか座れませんでしたが、今日は15番、おそらく大丈夫でしょうというわけで、カイドニキ初実践できるかどうか、まずはそこを狙っていきたいと思います。おはようございます。さあ行きましょう。つかさつきぐま店さんです。おはようございます。よし、取れますように。取れるはず。おはようございます。よろしくお願いします。お目当ての最新機種ヘイ鏡がこちらにあります。取れました。この辺が良さそうですね。まあ昨日一昨日ね、結果的にサマイでマイナスの台なんで寝台なんですけど、というわけで、今日はカイド日記初挑戦となります最新台のヘイ鏡、私自身も今日初めてこの台に触りますので、どんな AT 機なのか、そして6号機とはどんな出方をするのか、楽しみに回していきたいと思います。よろしくお願いいたします。おい、おいおい、さあ行くぞ。番長シリーズ最新作ヘイ鏡。台の仕様としては、まあ、AT 機ということになりますね。でメインはケイシローチャンスと言われる AT で、まあ、出玉を増やしていくということになるんですけれども、その入り口となるのがドライブゾーン、さらにそのドライブゾーンの入り口となるのがジェットボーナスということで、通常時はまずジェットボーナスを目指していくというゲーム性です。そのジェットボーナスの抽選が行われるのがリールの左側にあるこのヘイポイントですね。規定ヘイ到達でジェットボーナスの前兆移行ということになります。で今1ゲームでプラス1、最低プラス1という感じで、毎ゲームこうやってヘイポイントがカウントされていっております。マックス699ポイントまでいけば全長以降確定となりますので、まあ、天井平ポイントが699ポイントということになりますね。で通常時いくつかのモードがありますので、滞在モードによっては天井平ポイントも異なってくるということです。まあ細かいゲーム性も大事ですけれども、流れを見ていただくのが一番早いかと思いますし、僕も今日初めて打ってますから、自身で体感して今日はいろいろと勉強させていただきたいなというところです。演出自体は番長3と非常に似てるところがありますので、発展した、まあ、バトルなんかはですね、もう期待度や注目するポイント、そのあたりは非常に分かりやすいかと思いますね。さあまだレア役は出現ありませんが、ちょっとこの辺りは煽ってきましたね。さあというわけで46ゲームというところで、最初の対決発展となりますね。対決に勝てばジェットボーナス当選です。基本的にはジェットボーナスです。まあ、稀に通常からのケイシローチャンス直撃もあるようですけれども、さあここは先との面子勝負、番長3で言えばかなり勝つのが難しい対決ではありますね。ただ前兆に移行している場合は特訓の可能性もあります。お、ここはベル、おそらく前兆移行でバトルに行って、ここからは特訓という流れになるんじゃないでしょうかね。で弁長の期待度をこの右のルーレットでも示唆しています。まあ、ジャック、クイーン、そしてキングとありますけどね、ジャック、クイーン、キングの順に、まあ、弁長期待度が増していって、まあ、カモンとかいけばですね、弁長濃厚ということになります。はい、これで特訓ですね。割と早い段階で規定兵ポイントに到達していたということになります。さあ
先ほどはさっきとの面子対決残念でしたが、ここは特訓からの発展までありますので期待したいところですね。まあ、この辺りの演出を見てもですね、おそらくもうチャンスパターンなんかはこれまでの番長シリーズを継承しているでしょうし、分かりやすいですね。さあ、ここは今カトチェリー来ましたけど弱チェリーになりますね。右リールの中段にボーナスからかベルが止まれば強チェリーということになります。さあ、そして特訓からの対決です。誰だ、さっきメンコ以外ならチャンス。先面はね、やっぱりどうしても難しいイメージがあります。お、先面ダメでしたけど、このパターンは番長シリーズかなり熱いですよ。特訓対決、特訓本店長の期待度かなり高いです。早速ここでジェットボーナスゲットとなりそう。投手はまだ2本だ。まあさすがにここは当たるでしょう。第3停止で落ちてきました。まあかなり熱い演出ですね、ここも。そして、稲妻ナビですね、番長シリーズおなじみの。はい、ゲーム数が開始78ゲームで最初のジェットボーナス当選となります。投手は2本100枚です。はい、というわけで、これがジェットボーナスになりますね。そして番長シリーズといえばボーナスは赤7、青7があります。飛行機が右に行けば右に、このチャンスです。青7の払い出しが11枚あるのでね、この辺もかなりサクサク植えるような感じがしますね。ここレア役とか引いたら青7まで一気に近づきそうですね。あと2ポイント行くんじゃない。あと一つ、あれ、これであと一つか。さあ、青7チャンスですよ。あと一つというところでしたが、ここはナビに従ってですね、赤7ドロイのジェットボーナスとなります。さあ、ジェットボーナスは20ゲームの疑似ボーナスということになります。はい、ね、この後は必ずドライブゾーンといわれるチャンスゾーンに突入するわけですけれども、消化中はそのドライブゾーンのステージの昇格抽選が行われます。で、ドライブゾーンが全部で4種類ありますけれども、液晶の左側、現在はバスステージといわれるドライブゾーンの中では一番期待度の低いステージにいます。これが万竜門、金剛園、豪遊閣と上がっていけば上がっていくほど AT ケンシロウちゃんのチャンスとなりますので、まあ、この20ゲーム間はまずはこのバスステージを抜けれるかどうかというところがかなりポイントになります。チャンスゾーン自体のゲーム数がバスステージだけは15ゲームしかありませんので、万竜門以上だと32ゲームになりますから、まずはそこに持っていく必要があります。消化中は登場してくるキャラクターによってステージが昇格していくという感じですね。もちろんチャンス役を引ければ昇格のチャンスです。さあ、ブラザー来ましたね。ブラザーぐらいではまだ、お、ここでベリーが来ました。さあ、キャサリンまで来れば万竜門以上ということになるでしょう。これで20ゲーム消化になります。そしてこの後のドライブゾーンはバスステージか万竜門か。はい、バスステージということで、15ゲームのチャンスになります。15ゲーム、まあここバスステージはレア役引けるかどうかというのが大きな鍵になるでしょう。ちなみに強チェリーチャンス目がドライブゾーン中に出現すればケンシロウチャンスは確定ということになります。あとは、リールの右側にですね、ルーレットがずっとこう回ってますけれども、まあ、この辺りの演出でも期待度を示唆しています。当然鏡ですからね、あのセリフが聞こえてくれば AT は確定です。特に何もないですね、ラスト15ゲーム。
はい、というわけでジェットボーナスからドライブゾーンの流れをまず見ることができましたが、ここはケンシローチャンスにつながらず最初のボーナスは終了ということになります。まあ、あと終了画面では設定したもあるということですね。ここは握手の画面。はい、というわけでまたヘイカウンターは0ポイントから。細かいところを突き詰めて言うとかなり奥の深いゲーム性ではあるんですが、ゲームフローをざっくり言うと割と分かりやすいゲーム性なので、初めての方でもスーッと打てるし、番長シリーズを打ち込んできた方でも十分楽しめる、まあ、そんな信頼だと思いますね。さあ、レア役チャンスですよ。弁当箱かチャンス目か。ここは弁当箱、ね、今レア役引いてプラス10と出ました。まあ、このようにですね、レア役を引いた際にはヘイポイントも複数獲得できますということですね。まあ、さらにここに他の鏡以外のキャラクターがいると、そのキャラクターに応じて大量経由の獲得チャンスにもなります。特訓の煽りが来てますね。まあ、軍曹が今出てきてます。これは特訓の示唆ということになります。ここにももう軍曹は特訓は近いぞということで出てきてます。はい、なんか特訓もアメリカンですよね。ヘイ、おー、強いですね。子役かな、違う、子役は否定。これは本店長のチャンスですね。強いです。2ゲーム連続、あ、当たった。紫は連絡したですが、出目は外れ。そして稲妻から、これで当たりですね。ゲーム中239ゲームで、今日2回目のジェットボーナスとなります。投資は300枚。いいですよ、順調です。先ほどは青ならまでもう一歩というところまで行きましたけれども、赤なら揃いでした。さあ、ここはまたゼロから。早かった今回は。おう、ここで次回予告出るんですか。確定ですね。ケンシローチャンス確定。おー、こういうパターンもあるのか。今多分左リールは単純に押すのが遅かっただけだと思いますけれども、ケンシローチャンス確定のジェットボーナスってことは、この後はドライブゾーン行くのかな、行かないのかな。新しい次回予告のパターンじゃないですか。7が揃った瞬間に次回予告が出てきました。あ、7揃ってないですけど、7が揃う瞬間の次回予告ですね。あれはこれで2回目のジェットボーナス20ゲームを消化です。はい、ケイシローチャンス突入です。超新鮮で、この AT はですね、ベルナビ管理の AT となっています。あ、ステージが選べるんですね、ここもね。で、消化中はチャンス役や外れ出現時にこの下のメーターがどんどん上がっていきます。で、下のメーターが上がっていけば上がっていくほどいただき対決のチャンスということになります。で、このいただき対決がこの AT の特化ゾーンですね。はい、最低10回ですから、ここはベルナビ10回は確定しておりました。早いな、純増5枚ですからね。ベルもポンポン来ますし、
あっという間にベルナビ10回。さあこれで継続すればベルナビ20以上となります。はい、早っ。これが、ケイシローチャンスなんですけども、ここからがですねケイシローチャンスの大事なところになります。その前にまずはルーレット。でこのルーレットではドライブゾーンの移行先が選ばれます。でこちらのメーターがですね溜まっていればいただき対決のチャンスともなりますが、さあ2セット目をかけたドライブゾーンはどちらになるか。混合円以上ならチャンスですね。いただき対決も一つあります。あ、混合円だ。万竜門混合面豪遊閣という感じで期待度が上がっています。で豪遊閣の場合はもう天国モードなので、AT は確定という中で混合円ここは期待していいんじゃないでしょうか。うーん、初めてのケイシローチャンス、1セットで終わってほしくありません。これで残り8ゲームとなりました。さあ残り7ゲーム、ここで規定ゲーム2到達なるか。混合円ステージ来ましたのでね、1回くらい続いてほしいですよ。軍曹、お、これはレア役を引いたか、それとも AT に行くか。レア役じゃない、あ、チャンス目だ。チャンス目はケイシローチャンス確定になります。さあというわけでケンシローチャンス2セット目突入ですね。でケンシローチャンスが終わって今ドライブゾーンに行って、そしてそこで成功したらまたケンシローチャンス、まあ、これが基本的な AT ループの流れになりますね。さあまずはベルナビ5回目。おいおいおい、そんな演出もあったのか、ちょっとびっくりした。いや、いいんじゃないですかね。でもだってケイシローチャンスにケイに、いや好きですよこういうの、いろいろ懐かしくて。早いな、ここもこれでもうベルナビ9回目まで来てます。あ、ホールドだ。ホールドついてる間マイスアップのチャンス、まあ、これがナビ会長の上乗せみたいな感じですかね。ちょっとしたベルナビ、これで5回目ですね、ホールドがついてから。あ、消えた。ベルナビ5回出るまで今ホールド続きました。じわじわ上がってますね。さあ10回目ですベルナビ。お、あ、いいね、こんな感じなんですね。これでベルナビが20ということになります。さあベルナビ20ですね。今のは継続じゃなくてベルナビ20でしたよっていうご案内ですね。さあこれで20回目のベルナビです。続け。今回はベルナビ20でしたね。あ、そうだ。そしてこの終了画面でチャンスボタンを押すと鏡が何らかのセリフを吐きます。でそのセリフの内容によってもこの後のドライブゾーンのモードの下が行われるということですね。基本的にはこのハーバーグッデーが基本ですね。それ以外のセリフが出ると、まあ、天国モードや通常 B のチャンスということになります。さあここは万竜門、混合円、そして豪遊閣、豪遊閣3つありますね。左上にいただき対決、万竜門2つしかないのでちょっとここはいただき対決か豪遊閣見たいですよね。万竜門か、まあ、3つの中ではやや
期待度が劣るというか、まあ、滞在モードによってステージも選ばれるんでしょうけどね。チャンス目なら確定です。おう確定です。これで3セット目となります。結局継続はチャンス目チャンス目といずれも恋愛からですね。順調です。ベルナビは10回。さあ演出が入ってきましたよ。4セット目はいけ、あった。32ゲーム目でケンシロウチャンス確定となります。ベルナビは20回でしたね。これで合計今438枚を獲得しています。ラスト、先ほどと同じですね。しかし今度は男の文字がないです。どうだ、いけ。4セット、あー終了ですが、ちょっと待ってください。この終了画面、獲得枚数まずは383枚ですね。ただこのマチコ先生とカオル先生の終了画面は、まあ、高設定ほど出現しやすいということで、一応高設定したということになりますね。最大ベルナビが20回だったので、それほど大きな枚数なかったですけれども、まあ、ここに50、100というナビ回数ついてくれば、かなりまとまった枚数にはなっていたんじゃないかなと思います。でさらに今の AT 中には出現させれなかったんですが、特化ゾーンがいただき対決と絶頂対決と2つあります。まあ、そのあたりに突入すればさらに高いループ率での継続に期待が持てるということになりますので、ちょっと2回目の AT ではいただき対決ぐらいはですね迎えていきたいなと思います。引き続き平鏡続行です。けよ、はい、ケンシロウチャンス終わって、これが初めてのジェットボーナスということになりますね。いけ、いた。これで2回目のケンシロウチャンス当選となります。うん、ここも20回ですね。はい、501ゲーム。さあ AT 終わって最初のジェットボーナスになります。いけ、5セットですか。終了。さあ、あ、こう左から来ましたね。チャンスですよ。ここはまだ展開重りはないんですが、ちょっと期待したいとくっとなりました。強い強いぞ。さあ誰でしょう。ラッピー、ラグビーか。さあチャンスアップきました。当たりそうな感じですよね、ここね。はい、443ゲーム。ちょっとゲーム数かかりましたが、なんとか持ちこいんで3回目のケンシロウチャンスが終わって最初のジェットボーナスとなります。こっちか、赤7です。ジェットボーナス、万竜門まで行けば、まあ、万竜門以上ならなんとかなるなっていう気がします。バスは正直難しい。ただ今日 AT につなげられてるのはジェットボーナスからバスステージって1回しかないんですよ。まだそこに救われてますね。うーん、ブラザーのみ、おそらくここはバスステージということになりますね。ドライブゾーン、はい。さあ15ゲームのドライブゾーンです。ただここももちろん強者にチャンス目引ければ当たりなので、もうそれに期待するしかないですね。残り10ゲーム、
お、チャンスアップ来ましたね。カット今入りましたよ。強チェリーなら当たりです。おお、強チェリーで決めました。いやもうどうにかレア役引くしかないだろうというこのバズステージ。さあこれで4回目のケンシロウちゃん、不当手は500枚のまま。いいタイミングできましたね。よし、500枚以上出せば勝ちだ。326枚、こんなもんなのかな。ちょっと寂しいな。終了、3セットでしたね。3セット、お、岩尾がいましたね今。さあここヘイカウンター発動してますけれども、まだ引き戻しの可能性もあると思います。バトルはあるでしょう、誰が来るか。誰だ、お、岩尾だ。これはあるかも。4セット目、おー来たー。3ゲーム目、ここで特訓、さすがに当たるでしょ、さすがに。ケンシロウチャンスよって言わんかな。対決次回予告。さあ岩尾、さすがに勝ったでしょう。ここは、はい、今セリフ来ましたね。あの バトルの時にボタンを押してフライトの準備をしたまえ。これあのボーナス当選濃厚です。ボーナスか、さあ AT 終わってからは35ゲーム早い当たりとなります。おお、引き戻した、引き戻した。あった、これで5セット目突入ですね。ああよかった、まだ終わっていませんでした。あ、え、1日目に戻ってますね。引き戻しをね、いや分かんないです、すいません。引き戻しの可能性が高いと思いますけど、一応通常からの直撃もあるんですよね AT は。その可能性もゼロではないですよね、タイミング的に難しいところですけど。まあどっちにしても1セット目、また1日目からのスタートです。さあ引き戻しての1セット目ですが、弱点に2つ引いて今メーター黄色まで行ってます。もったいないよこれ終わらせたら。頼むよ20ナビ、10ナビ。なんかもう黄色ぐらいまで行くと終わってしまうんですよね今日。さあ、再び1セット目が終了ということになります。68枚、なんとかつないでつないで。まあ今日は初めて打つ6号機の変異鏡ですから、何度か当たりがあってゲーム性が理解できたらいいかなと思ってましたけど、まあ結果ねプラスも残ってればなおいいので、マイナスが100枚ちょっとということを考えれば、ここでしっかりプラスを残して今日は終わりたいですよね。マイナスのままでは終わりたくありません。さあ早速チャンス到来です。ここはに、あーレア役、チャンス目来い、チャンス目、よし、これで2セット目確定。結構ドライブ、結構ドライブゾーンで引いてますよね今日レア役ね。
やっぱりプラス5しか出てこないですね。プラス15とか25とか、できればプラス45とか95とか見てみたいな、あるのなら。おお、ベルナメ8回目で出てきたのは今日初めて、これは継続ということでしょう。来ました、プラス10、嬉しい。初めてじゃないかな、この10回目とか20回目を安心して迎えるっていうのは今日。これでベルナビ10回目。さあ、ここベルナビ30まで行けば500枚超えてくるので、持ちコインが収支的にはプラスになります。20を超えれば。さあ、20回目、今日はまだ1回しか行ってませんよ。30ナビ行ってくれ。20か、ハードル高いな。おう、終了画面の大算定してくるんですね。さあ、これでベルナビ30、本日2回目。これで500枚は超えてきますので、まあとりあえず使った分は戻ってきました。そしたらですよ、今日はまだ一度も見れていない50か100の AT 欲しいですね。ここでね、30を超えれば今日は勝ちです。ヘイ鏡80点初勝利となります、この30を超えれば。これが29回目。さあ、30ナビ超えてるか、お願い。ダメですか、やっぱり 30でした。うーん、難しい、なかなか50、100やっぱり見れないもんですね。混合円が多いな、ここは。混合円、さあ、しかしここがまだ継続となればプラス域に入っていってますので、プラスを伸ばす AT になります。これが継続すれば。よし、今日チェリー決まった。これは3ゲームですから AT 間のコインのロスも防ぎましたよ。よし、勝ったぜ今日は。これでプラスだ。意外とチャンス目、今日チェリーがこのドライブゾーンの大事なところで今日は引けてるんですよ。この辺噛み合ってくればかなり楽しめますね、平鏡。引き戻してから3セット目。そしてここはいただき対決抽選中、黄色からのスタートです。これ狙いがいけばさらにメーターアップのチャンスなので、ここいただき対決までナビ回数がしっかりあれば十分チャンスありますよ。ジャクチェリー、さらにホールドまで入った。ジャクチェリーで、ジャクチェリーでホールド入ったの初めてですね。いただき対決ことないものの、終盤に来て流れ良くなってると思います。毎日一気に増えてますからね。さあ、この AT で今日の勝負を決めましょう。できれば最後は見応えのある啓志郎チャンスで。素晴らしい、素晴らしい。これでメーター緑まで行きました。いただき対決をお見せできるかもしれません。まだホールド続いてますね。さらにさらにレア役でこれ行くんじゃない。もう一回チャンス目来い。今度は弁当箱、いいところでレア役偏ってますね。チャンス目来い。面白くなってきた。さあ、赤まで行った。これは結構期待が持てますよ。いただき対決に見せてほしいですよね。いただき対決ね、まだベルナビ5回です。もう1回で来ないかな。さあ、9回目、
ここを超えればエイトダック対決にも大きく近づきますよ。鏡さんお願いお願い。うーんダメ、あー中波だったか。いやでも赤まで行ってるのでいただき対決期待していいと思います。次はどこのスポットか。モードもいいですよ。通常 A は否定してます。こういう角かいただきかどっちかで頼む。おう2分の1でいただきだ。 1,2,3,4 やっといただきが見れる。いただきよしたやっといただき対決いった、まあ、これが見れたな今日は。これが見れて勝ったらいいなと言ってたのでもうこれで今日は一応目標達成です。よしじゃあ、いただき対決を僕も初めて紹介しますけど見ていきたいと思います。ね、このいただき対決は、まあ、ライバルを倒し高みを目指せということ書いてありますけども、まずですねこの番長3の5大事ステージからバトルに発展します。でバトルで勝てばケンシローチャンスで、ケンシローチャンスが終わったらまた5大事ステージ、この繰り返しです。はい、というわけで、突入時は継続は確定、まあ、勝利確定ですね。1セット目、まあ、こんな感じでライバルを倒すとボーナスと、あボーナスじゃないすいません、ライバルを倒すとあのケンシロチャンス継続と。でいただき対決中はステージも特殊になります。このライバルが後ろで踊ってくれたりこう合いの手を入れたりしてくれるんですよね。あとは一緒ですね、ベルナビ回数10回から100回。で2セット目以降の継続率が 50% となってます。いただき対決でさらにその上位となるのが絶頂対決ですね。まあさすがにそう簡単には言ってくれないと思いますが、おそらくいただき対決までいけば、あ絶頂対決までいけばもう一撃千枚とかもペロッと出るんじゃないでしょうかね。いやいい、今日最後の AT になると思いますけれども、まあ、結構今日は数百枚のプラスマイナス行ったり来たり僅差の勝負が続く中で最後500枚投手部に追いついてから一気に良くなりましたね。リズムのいい平鏡です。調子に乗んなよ、調子に乗んなよって言われた今。なんかさっきまでは普通のケンシローチャンス消化してましたけど、いただき対決に入った瞬間ボルテージ上がっていきますね、この AT。 しかもここはベルナビ20確定、ベルナビはこれが20回目。はい、ベルナビは20で終了しましたが、いただき対決はもちろんここは継続となります。まあ、こんな感じで負けるまで続くのがいただき対決ですね。岩尾です、これはいけるでしょう。次回オス番長、番長じゃなかった鏡だった。そろそろカントリーに帰りたまえって言ってます。はい勝ったな。はいいただき対決2セット目で、今度は見てください、岩尾がダンシングですよ。すごい下品な踊りしてる。この辺なんか面白いですよね。これまでの番長シリーズは見れなかったちょっとコミカルな動きというかですね、ただ激しいバトルだけじゃなくてプレイヤーを楽しませる動きいいですね。へい鏡、楽しめ。先ほどもホールドありましたけれども本当にいただき対決に入っているエアイクの引きも良くなった。やっぱりか、やっぱりノリオのバドミントンは難しい。
あー、ここまでですね、いただき対決は2勝です。はい、これでいただき対決は終了なんですが、まだここからはドライブゾーンということになります。あ、いただき対決負けましたけど、豪遊閣いましたね、天国ボードなので、ここは次セット突入確定です。ケンシロウチャンス、とりあえず、まあ、どうやったら出るのかな、大の流れは分かったけれども出し方が分からんという感じでしたのでね、まあ、これね、あ、なるほど、こうやって1000枚ぐらい出るんだなというのは見えましたし、あ、これなら確かに絶頂行けば一撃1000枚軽く超えてきそうだなというのも分かったので、いろいろ勉強する上では非常にいい今日は初戦できたなと思います。おう、チャンス目で決めた。これはチャンス目で確定で、豪遊閣の天国モードは次回に持ち越されるので次も確定になります。嬉しい当たりですね、天国モードのレア役当選。さあ、32ゲーム目どうですか。あー、終わってしまいましたか。はい、獲得枚数今回は754枚ですが、引き戻してから754枚、その前の AT 合わせると1000枚ほどの獲得となっております。終了ですね。はい、まあまあ、でも最後はいただき対決までは見れたので非常に楽しい AT だったです。あとは AT の引き戻しがあるかどうかですね。先ほども一旦通常戻ってから特訓、そしてケンシロウチャンスという流れがありました。本日総投資の方が500枚、そして交換枚数は出ました、こちら1107枚になります。まあ、3回目の AT まではなんとかこうゲーム性というか AT 継続の流れなんかを見ていきましたけれども、最後は特化ゾーンの一つとなるいただき対決があって、そして最終的に1000枚以上の交換ができたというのは良かったと思います。まあ、もちろんさらに上位の絶頂対決なんかもありますので、その辺が絡んでくれば非常に面白い、そして純増5枚をもっともっと体感できる AT が消化できるんじゃないかなと思います。あとは店内の様子を見て終わりたいと思います。ありがとうございました。さあ、というわけで今日は福岡市博多区の司月熊店さんやってまいりました。今日は、10月6日土曜日お邪魔してますけれども、次回の収録予定がこちらになっております。次回11月17日土曜日、司月熊店さんにて審査の回答日記 YouTube ライブ生放送やりますということで、この配信が、まあ、10月の後半ぐらいになっていると思いますので、ぜひですね、10月17日また朝10時半から1時半までは YouTube ライブで生放送やりますので、生放送見ていただけたら嬉しいなと思います。もちろん10月17日は、また僕が審査の街道日記の収録を司月熊店さんでやりますので、また地元の方や地元以外の方もですね、たくさん遊びに来ていただけたら嬉しいなと思います。こちらバラエティコーナーになります。空き台がないんですよね。しかも今日台風ですからね。今日は台風25号が九州地方接近しててすごい風が強いんですよ。で、こちらはハーデス絆のコーナーですね。で、稼働が高いだけじゃないですね。グラフ見ていきましょうか。まあ、非常に目まぐるしいグラフですけど、稼働台はその隣が上に上がってますね。で、その左もプラスの中で出たり入ったり、その左は今失速気味で、その左はじわじわと絆らしくないちょっと穏やかすぎる展開ですね。で、こちらはですね、はい、結構メリハリのあるグラフが多いですね。どっちなのっていう。さあ、それでは、今回の T シャツプレゼントのキーワード発表したいと思います。今回の T シャツはこちら840、854話、またしても実績機種とは関係ありませんが直撃の ART。 今回のキーワードは Hey Caesar、 これでお願いします。Hey Caesar とアローズスクリーンの LINE に送っていただければ応募完了となりますので、今回もたくさんのご応募お待ちしております。
以上、シーサーの街道日記第854話でした。